はい、今日も始まりました維新で GO! 日本撮りの2本目やけど、はい、今日も、はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございます。でですね、今日また森島忠さん、はい、何の局長でしたっけ？まず局長でもないんですけど、あの行政改革プロジェクトチームの事務局長をやってます。行革 PT の事務局長ということで、はいはい、今日はですね、この維新単独で出したっていうね、国会議員の公設秘書の親族採用の制限法っていうことで、はい、まあいろいろね、世間も公設秘書であるとか、こうね、総理秘書官のとかね、はい、いろいろとまあ、ちょっとふわっとここはさせておきますけれども、はい、うん、いろいろまあお騒がせな、はい、あのテーマだと思うんですけども、うちの党としてね、ここもねしっかりとあの問題定義をしていこうということで法案を出したということなんですけど、はい、まあ、このちょっとそもそもあのどういった内容なのかをちょっとお聞きしていきたいと思います。はい、僕自身が問題提起させてもらって、岸田総理にも実際質問させてもらって法案化まで持っていったんですけど、何が問題かっていうとですね、現在こう公設秘書って僕も高木さんも3名まで雇えるんですけど、うん、うん、そうですね、まあ、雇ったら国家公務員という、うん、まあ、特別職の国家公務員という形で採用できるということなんですけど、この、 あの採用がですね、配偶者と、65歳以上だけが禁止となっているんですが、はい、それ以外はもう誰でも採用できるということで、うん、そうですね、うん、実態としてですね、自分の息子さんとか親族を公設秘書に採用しているのがこうめちゃくちゃ多いっていうのが実情なんです。はい、これなんで問題かっていうとですね、うん、秘書っていうと、まあ、施設やったらいいんですけど、公設秘書って一応国家公務員になるわけじゃないですか。はい、けど今回あの岸田総理の息子さんの件でもあったように、特に公の秘書って公私の線引きがなかなかつきづらいんですね。結局官邸で、まあ、私的な行動をやってこんだけ突っ込まれてるように、はい、公私の線引きが分かりづらい公設秘書が、親族が簡単に採用できてしまうっていうことが、まあ、一つ問題であるし、特に公設秘書の場合は、うん、それこそ、まあ、特別職なんで、公職選挙法に抵触しないんで、はい、選挙活動できるんです、うん、地元で。つまりどういうことが起こるかっていうと、自分の親族を公設秘書にします、で国家公務員という肩書きと多額の報酬をもらいながら自分の選挙を手伝わせる、地盤を継承していける仕組みがこうちゃんとスキームとしてできているというのが、うん、これ問題じゃないかというふうに思ってて、今世襲がいいとか悪いっていう議論たくさんあるんですけど、それはまあ能力があれば世襲でも僕はいいと思ってるんですけど、うん、世襲の何が悪いかっていうと、世襲の議員がやっぱり国の仕組みで当選しやすいこうスキームを作って守られてることが問題と思ってて、僕の例えば選挙のライバルの話をさせていただくと、自分はお父さんの公設秘書やって地盤継承して自分の娘さんを自分が現職になった時公設秘書として雇って、まあ地盤を継承しているわけです。一家が税金で賄われて地盤を継承しているっていうスキームに、特にまあ自民党代々使ってるんです。これ立憲の人も使ってる人が多くて、今回もこう行革 PT で立憲さんにもこれ乗ってくれないですかって投げたんですけど、まあ親族採用してる人多すぎて乗ってくれなかったんで、維新単独で出すことになったんですけど、結局こう世襲のスキームにまあこの制度を運用されてしまってるっていうことはちょっとどうにかしないといけないと思って今回提案させていただくに至りました。はい、なるほど。こう、まあ、地盤を継いでいくっていう、こう自民党なんかはもう特にあのたくさんあのいらっしゃると思うんですけども、やっぱりその世襲の問題、やっぱりなかなかこうまあこう代替えもまあ難しかったりで、ちょっとあの視点を変えると、うん、まあ、私あの女性議員を増やすっていう、こう議員連盟入ってるんですけど、なかなかこのね女性が増えないっていうも、うん、やっぱこの世襲っていうのが結構関係してますよねっていう話もあって、もちろんその政治に詳しくて、うん、まあ、あのお父さんとかお母さんからこう受け継いで、まあ、政治のいろはを知ってるっていう、まあ、それはそれで、まあ、いいこともあるのかもしれないですけど、なかなかその世襲の問題っていうのもねいろいろあると思うんですけど、やっぱその辺ですよね。いや大きいと思いますよ。あのやっぱりね、今高木さんが言ったように新規参入しづらい業種なんですよ。
候補者としては世襲の候補がいいのかその女性の候補がいいのかっていうのは本来こうフラットで投票で決めるっていうもののですね、まあ女性に限らず僕たち選挙に出ようと思ったら民間の人やったらまあ選挙活動しようと思ったら仕事辞めて自分のなけなしの蓄財をこう崩しながら選挙に出るっていうことでもう一からやらないといけないじゃないですか。そのベース土台が一緒やったらいいんですけど、かたや国家公務員という立場で高い給料をもらいながら選挙活動ができるっていうのをしかも特に資格なくお父さんがはい採用するよって言ったらできてしまうっていうのでもう土俵が全然違うんですね。そうですよね。そうなるとやっぱ新規参入というよりかはもう既存のプレイヤーの方が圧倒的有利になってるんで、それはまあ地盤看板も継承できるし、しっかりとまあ活動もできるという、まあ、環境が違うっていうことがやっぱりこう女性も含めた新規プレイヤーの参入をこう阻害している要因になっているとは強く思います。いや本当にそう思うんですよね。この政治の世界ってこうもう政治漬けになっている人たちが運営していくと、うん、やっぱりこう多様な人材をもっと、ね、入れていかないとなかなかこの政治も変えられなかったり。なんで笑ってるんですか。いや青柳政調会長代行が来てなんか前でニヤニヤしてるんでちょっとつられて笑う。高木さんを笑ってるわけではないです。いやなんかおかしなこと言ってるかなと思いながら、まあ、そういうね多様な人材を入れていくっていうところでやっぱりこう世襲ってなると考え方がこう固まってしまって偏ってしまうみたいな、まあ、そういうところもあるので、まあ、私はなんかこのそういった視点からこの世襲っていうものの問題点があるのかなっていうふうに思ってるんですけどね。そうですね、まあ、世襲も優秀な人もいるでしょうし、うんうんうね、否定されるべきものじゃないかもしれないですけど、やっぱり比率としてやっぱり世襲率が高いですね、うんうん、多様性を求めるんであれば本当にもっと新規参入がしやすくて、うんまあ、いろんな人材が集まるような、まあ、議会になった方がいいと思います。そうですよね、まあ、その親族のこの一親等の親族っていうところに、うんまあ、したっていうのこのあたりはなんか議論とかあったんですか。二親等とか一親等とか。そうですね、PT 内ではそれこそ、まあ、世襲って子供だけじゃなくて、うん、その兄弟への世襲とかもたくさんあるし、甥っ子への世襲とかもあるんで、もともと家族であった家族とみなされていた過去があるであろう二親等までやるべきじゃないかっていうような議論もあったんですけど、うんまあ、よりこう公私の線引きができにくいのはこう親子間だし、先ほど言ったようにこう他党にも乗ってほしいというふうに思ってたのもあって、あまずは、うんまあ、一親等でちょっとハードル下げて一親等、うん、そうです、一親等で、やって、うん、その代わり三親等以内の血族を採用した場合にはもう衆議院参議院でそれぞれでオープンにする方法を公開できる方法を考えて公開しましょうというような条文も今回作らせていただいて、一親等は制限するし三親等以内はちゃんと国民にこの人甥っ子だよとかこの人兄弟だよっていうのを分かりやすく報告するような義務を課した法案になっています。あと1点だけ変わったところは、今その65歳以上は公設秘書にできないんですが、はいうんうん、この65歳以上できないっていうのも、まあ、今の時代に合わないっていうこともあるんですけど、もともと公設秘書の採用制限が何でできたかっていうと、うん、配偶者とか自分の親を実際に働いてないのに給料だけ出さして自分の懐に入れるっていういわゆる還流問題とかあったじゃないですか、うんですね、秘書給与還流問題とか、うんうんうん、あとは実務がない人の給料を払っている、うん、実態がないのにお給料だけ、それがね平成15、6年ぐらいで議論されて出た時の法案が現行の法案なんで、まあ、その親を公設秘書にして、実際働かせないっていうことに関しては、まあ、一親等とか親族採用の制限すれば、まあ、おのずとそこは制限されるんじゃないかと。逆にこう65歳以上でも優秀な人もいるんで、まあ、多様性っていう点も踏まえてそこは削除したっていう法案になってます。この65歳以上をこう削除したっていうのは結構画期的ですよね。そうです ね特にうちの中塚 PT 長がですね65って俺採用できへんのかな、まだまだ採用されへんのかなみたいなこと、まだまだ現役だみたいな、いや先生ぐらい頑張ってる人やったらこう、うん、僕も雇いたいですねって言って、はい、この条文をささっと削除しました。目に浮かびます、ねまあ、中塚議員事例に挙げましたけど、うん、本当にこう
努力も汗もかかれてすごい頑張ってる、うん、はい、ね、先輩の議員もたくさんいるんで、まあ、一律に年齢で縛るというよりかはやっぱり講師の線引きで、うん、がしにくいということで制限する方が公設秘書を採用するという条件に対しては正しいかなというふうに思って今回そういう修正をさせていただきました。いや本当にあの公設秘書ってね、こう、まあ、3人ってさっき、はい、あの言ってたと思うんですけど、まあ、政策と公設1公設2と、うん、政策面なんかだとすごいこうあの知見があの高い方とか経験豊富な方っていう方のそういう、こう能力を生かしていくっていう、はい、まあ、視点からも、まあ、年齢で区切るっていうよりも、うん、まあ、まさにダイバーシティということで、はい、すいませんちょっと自分の宣伝をしてしまいましたけれども素晴らしいんじゃないかなというふうに思います、はい、ありがとうございます、はい、ということで何か言い残すことはありませんか。あの肝煎り森島さんの肝煎りの法案だってこれは本当に肝煎りで、はい、予算委員会で岸田総理にも質問して、岸田総理も国会の議論でこうちゃんとこう、はい、こう上がってくればあの検討するみたいなことを言ったんで、岸田総理の息子さん翔太郎さんも秘書官の前は公設秘書でしたし、うん、はい、今回あの法案提出したんで、まあ、次の臨時国会とかでもあればしっかりこう維新として総理自らこれやるべきじゃないのっていうことを問うていきたいな、うん、もうねこの維新を見ていただいてるかもしれませんから、はい、こんなにそんな引きありますか維新でごすごいコンテンツですねすいませんちょっと言い過ぎましたすいませんというわけでですね、まあ、あの維新らしいあの法案をこう森島さんからあの提案をしていただいたということで、まあ、皆さんまたあの引き続き応援のほどよろしくお願いをしたいと思います。それでは維新でご終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。こっちだ。最初から政治の世界を目指していたわけじゃない、ただ愚直に前向きに進んできた。政治をやってみないか、その一言に心が奮い立った。自分たちで立ち上がらなければならない。国のために周りの人のために今日も馬場伸幸は戦う。政治家として生まれた人はいない、条件はただ変えたいという思い、それだけ。国会議員候補者募集、日本維新の会。誰も知らなかった男が突如大阪の街に躍り出た。お前は誰だと不安しかなかった。それでも突き進んだ。大阪から日本変えていきましょう。迷った時は後悔しない方を選ぶ、それが吉村博文の生き方だ。政治家として生まれた人はいない、条件はただ変えたいという思い、それだけ。国会議員候補者募集、日本維新の会。